バルガは、スペインガリシア州、ポンテベドラ県のムニシピを、コマルカで、カルダスに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は6072人で、ある。住民故障は、バレグス、エサ。ガリシア語ア社の自治体人口に占める割合は98.17%。バルガは、ポンテベドラ県の北部に位置し、コマルカで、カルダスに属する。隣接する。 自治体は、北から、西が、ウジャを挟んで、アコルーニャ県のドドロ、北がポンテセスーレス、東がアイストラーダとクンティス、南がカルダスデレイス、南西がカトイラである。自治体中心地区は、バルガ教区のポンテバルガ地区。バルガは、ウジャの下流左岸に位置し、高速道路 AP-9 号線が通り、鉄道はコルーニャ B5 線、 アコルーニャとポンテベドラを結ぶ N-550 号線、フィステーラとトイを結ぶ c 5 5 0号線などが通っている。北部はウジャカワの支流であるローロ川とバルガ川が並行して流れているウジャカワの谷にあり、南にはシアブレ山とシェステーラス山が位置する。交通網はこれら二つの山の間の低地を通っている。気候は温暖で、 年平均気温は摂氏13度で、降水量は多く、年1700ミ、mm、リメートルほどである。バルガはカルダス・デレース司法管轄区に属す。住民は後の教区の58の地区に居住する。中世を通じて、バルガの地はサンティアゴでコンポステイラ大司教の所領で、コルデイロとパドロンに分かれていた。スペイン独立戦争期の1809年4月27日に、 カサルドエリーショにおいて戦闘が起きている。パブロ・モリージョとコンチャ神父によって引きられた義勇軍は、ネーション軍の軍をセスウレスまで退却させている。ノサセニョーラ・ダ・サウーデル・イハイドーはそれを記念して建てられたとされている。1926年ポンテセスウレス教区は単独で自治体へ移行するためバルガより分離した。自治体主長はガリシア国民党のホセ・マリーア・ベージョ・マネロ。 自治体表議員は、ガリシア国民党、10、ガリシア社会党、2、ガリシア民族主義ブロック、1となっている。バルガは5の教区に分けられる。太字は、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。